するしない。どうも、ひなたあいこです。今回もドラマ誌ギャンブルタクの後半6回戦お送りしたいと思います。サンマでね、赤やドラ票がいっぱいになるのですごく動くタクなんですけれども、久々にトップ取れるようにお祈りしたいと思います。頑張るぞ。さあ早速エントリー。ここまでの成績が11222。てめえ、でもラスないからね、頑張って戦ってる。集まりました3人。さあ、なんかこういうお店さ、新橋とかなんか銀座あたりにあるよね。よろしくお願いします。お、なにこの子たち、かわいい。いいなぁ、アイコンめちゃくちゃかわいい。トン曲ドラマローピン、よろしくお願いします。シャーチャです。トン曲ドラローピン、プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。よくない。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ヨンシャンテンでこの手の形、かなり良くないですね。これ全然やる気起きない手ですね。商売なのでね、とりあえず赤が入ってて、ドラがローピンでね、赤子があって、あ、トイメン、この端っこに寄ったような形、しかも動きもできない。これはひなた、これで一歩前進、方針が定まってきましたよね。ジャンピンポンから入りましたよ。シャアはギリギリまで絞るかな。あー、いいピンもあるんだ。1122だ。パンキラ、もうピンズだね。じゃあもうピンズ抑えちゃうか。もう場を制する人物は一体誰なのか。ひなた、これでリャンシャンテンです。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ピンズは切りたくないしな。あのタンをひなた、あっという間に一緒。さあ、この後ここはスルー。あ、キューピンは手元に。カミちゃん、ピンズを連打。あとはカミちゃんさんが、あ、チーピン手出し。どこまでやる気あるんだろうな。均衡を破るのは果たして誰なのだ。あ、出たー。ここでトイメンからロンの声。ね、トイメン、最先のいいスタートを切りました。トイメンだね。まずは一歩リード。幸せだね。幸せだね。顔面から変えたのかな、それとも中膨れだったのかな。まず親がね、12000の。一本場、ドラはチーソー、プレイヤーはシャーチャです。ん？最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。おー、今回いい。早い順目でいけそうですね。さあ、ここからどう順番していくのでしょうか。薬杯なんていらないわ。ちゃんと一番最初に仕掛けるのは誰か。私にジャントをください。落ちちゃった。ジャントー来たよ。 2-1 残しといてよかったね。有利な街ってどこですかね。ヤンゴソウとヤンゴソウとイースーピンの受け入れなんですけど、まあローソウかパーソウとかね、そこら辺来たら、あ、これちょっと手出しおしゃれじゃない。スーソウ3層、あれ、あらららら、やばい。あー、やばい。もうこれは勝負でしょう。行こう。ピンチ追いかけだ。一数ピン、ドラを切って現物の一数ピンを追いかけに。あー、赤い生フルの上がりきることはできるか。連ピンドラ1、一数ピン、一数ピン。おい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 、あ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 、分かれた。これは痛い。まあ、親の位置を蹴りましたね。お、裏のラ、裏位置で満貫になりました。怖っ。いや、ちょっと
アグレッシブすぎた気もする。はい、赤が2枚ずつ、今度4枚赤が入ってます。ドライピン上がりを決めています。一体どんな結末となるのでしょうか。今回のハイパイは良くないですね。悩みが増えそうな感じ。ここは一歩後退、後傾目指していきますよ。これで一歩前進。想像の形がいいですね。そうね、じゃあ手は切られてますね。さあこのここはスルー、つもぎりが続きます。今ねチュン泣かないよ。出てもこれは謎の間もう上がっちゃったんだ。あ、本当よ。 4% か、渋い。あ、そうか、いろいろ形の変化あるから悩んだのかな。一本場、ドラはペー、プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃ、ここがどのような手になるのか注目ですよね。それでは対局の模様に注目してみましょう。あ、国士ある。いや、染めよう。重苦しい場になっています。つもぎりが続きます。もうね、重いのはしょうがない。序盤から手が進まない。進めてないまである。いいんです、いいんです。ひなた、これで一歩前進。想像の伸びに期待かな。で、切る順番だけと考えとくっていうね。ひなた乗っている。想像の形がいいですね。ペーがドラです。ペーペー来い。ペー場は到着状態。ドラを切りました。なんだけどこれ赤も入ってるからペーぐらい切ったからってここからが腕の見せ所ですよね。すごいいいとか早いはわからないんだよね。でも私は最後のペーのためにまだ取っとく。ひなた、トン、イシャンテン、ストレートに引き、あっすごい。さあこの範囲に反応するか。ここはスルー。イスチーソ、バイマンテンパイ、あらららららら、らこっそり、イスチーソ、そうこっそりこっそりトイメン、ここはトイツ落とし。あー、レンチャンですよ、レンチャン。こっそりがダメだったか。はい。あー、平たい。あれはリーチ打てないよ。だってソーズ大好きって捨て配しちゃってるもん。腕を試されるハイパイです。果たして腕試されるのですか。この曲を制することができるのでしょうか。これもね、染めてない。あ、染めないかも染めないかも、もういいかも。こうね、もうこうしよう。場が重い空気に包まれています。楽しかったな、さっき。トン切ろう。ウーソーがドラで、う、あー、ウーソー入ってくれると嬉しいな。方針が定まってきましたよね。もうポンして一番最初に仕掛けるのは誰か。リアスを切ってるんですけど、出す。あっと、ここで仕掛けていく。これでだいぶ楽になりましたよね。さあこのポン、ひなた、テンパイ、やくやく、かみちゃん、歩が跳ねます。今は出てももう、あー、これか、面白いか、あ悩んでたら終わってしもうた。どのように打ち回していくドラ、赤ドラだよ。しかも本当に来るロン、ここで大きなロンの声。見事、何も言うことなし。お見事ドラ、5200点。本番もあるから大きな上がりですね。トン3曲ドラ。さあここから親、赤が3枚ずつ6枚入ってますよ。ドラ今
全局はアメリカに聞いています。どうしようか。一体どんな戦いとなるのでしょうか。あんまり良くないね。あ、トン一枚切られてる。さあこの範囲にここはスルー。いいタイミングできるな。いやもう行きますよ普通に。あっと、あー中で来た。いきなり仕掛けた。ドラギー。ミッション点の私。さあこのここも我慢。トンは泣きたいけど他のところ泣くつもりないな。一体どんなドラマが待ち受けているのか。いや進まない。今トップ目ですけど、あ、ボン合わせて動き出した。これでリャンハン確定ですね。ヒナタ、天才泣いちゃった。あらー急ピンないわ。ドラを持ってきた。オーマイゴー。あ、3ピン走り替えよう。こうしよう。ふぅ、はい、すごい。神茶、ここで泣いてきた。何何何2ピン。ラブトン。この赤がいっぱい入っている時代にラブトン肉球渋い。あやが続くんですけど、これ続くのがいいことなのかよくわかんないよね。まあ、とりあえず頑張ろう。ドラスーピンあるわよ。あるよ。全局は上がりを決めています。このまま逃げ切りたいところですね。赤の5が来た時は、5が来た時は大体赤なんですよ。ひなた、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。ルーピン超え。あーずれるけどまあいいでしょう。重苦しい場になっています。どこかに何かくっつけ。ひなた、これでリャンシャン点です。方針が定まってきましたよね。なんか変な形になってきちゃったね。さあこの辺はあっとここで仕掛けていく。これでだいぶ楽になりましたよね。いやこれトンギリ正解なのかな。謎だな。なんかちょっと神ここあーついていきたくない。リーチです。おっとここでリーチ。つらい。ここでこれで一発は消えた。なんかでも自分どうにもできないからこれはまあいいか。横移動なら感謝しよう。あ、しかもあれじゃない、ま、あ、リーチ一発ないのか。リーチ赤か。この横移動は悪くない。第1局ドラマ9万、プレイヤーはシャーチャです。ドラの枚数がまたあとが2枚ずつになりました。まだ曲が残っていますから気が抜けませんよ。本当ですよ。結末となるのでしょうか。しかも今回の手がね悪いからね。全然行きたくないもんね。ひなた、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。結構さ泣かせたらさリーチも来ないし打点も読みやすいしとか言ったりするじゃないですか。ひなた、赤とドラがありすぎて打点読めねえ。大体だけっていうこれシステムルールですからね。スワンコとかいいですね。もうチートイツでいいです。そうなるとねちょっと攻めも守りも難しいよね。場は膠着状態。あーすごい。ここで仕掛けていく。怖いよもう最近の若者怖い。はい、すごい。早くも2分止め。わお。え、なになになに？ん？待って待って。あれじゃない？チュンがまだ3枚見えてないよ。あ、2枚か。チュン2枚。あ、でも、台も寝ないからいいよね。切っちゃおう。少し場が落ち着いてきたか。高いよ。高いの打ちたくない。おぉ、どうです。なになに、どうなって。これは強烈なつま上がり。本一だ。まあうまく打たれてしまいました。本一。まあでも満貫で済むのか。そっか、よかった。そして親がね流れて何2曲。何2曲。いやー赤3枚ずつ。なんちゃです。赤6
本当 Q1 現在はトップ目です。よし、このまま逃げ切りたいところですね。本当だよ。それではあーゾーンいらない、切っちゃおう。シャアもいらない。角切りが続きます。え、2枚切りか。薬杯重ねたいんだよな。おお、来ました、来ました。ひなた、これでリアンシャン点です。方針が定まってきましたよね。チュンでたらポン。あ、ここで仕掛けていく。あ、親が泣き始めた。親はね、2着目ですからね、分かられたくない。どのように打ち回していくのか。おーい、ひなた、あっという間にシャンテンを選択。ストレートに引けるかな。おお、しかもなんかドラめっちゃあるやん。これは強烈なつも上がり。たっか、たっか、なにこれ、なにこれ、ドラ6、3枚マン、12個もあるよこれ。え、ドラ 6、 え、ちょっと待って、え、おい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 、遠くに行っちゃった。さよなら。あんなに集められたたんだ、すごいね。現在のトップはカミチャです。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。4万点差あるよ。416できるのでしょうか。マジか、どうするよ。悩みますね、方向性。とりあえず、これでリアンシャン点です。ここからが腕の見せ所ですよね。上に行って。いやー、こっちでいいか、もう、一通見るよりも。こうしてドラウーピンが引けたらまあ嬉しいかなぐらいの。ここはドラを持ってきた。これはこっちだ。ピンズは伸びないと見たのか。3本いいでしょ、 Q1 とシャアはね。まだ中ちゃんパイが立て続けに来ています。1枚見えてるだけ。すごかったね、さっきのとね、綺麗、綺麗でした。チャンピン入っていたよ。あーすごい、ここで仕掛けていく。めっちゃ声かわいい。リーチ、リーチ、きた、リーチ、かけます。カミチャ、あー何これ、チーペンも来てるやん。カミチャ、プレイヤーのリーチに対応しています。ロン、ロン、出たー。トイメン、これは私は2着を守りに行きます。見事、もう何も言うことなし。これどうなっちゃうんだろう。これはね、裏1で8000なので加点して2着で終わるという。はい、さあというわけで今回は2着。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後は現実を見ましたね。渡すマイナス 100MJ チップ、そしてポイントがマイナス 2.4。 んー、ちょっと減ったけど、まあずっとここら辺だね。さあというわけで今回は2着。これで何？4連続2着からしいな、らしい、うん、ぽい、そんな気がする私。麻雀、うん。さあというわけでポイントが増えません、全然。あの時の輝きはどこに行ったんでしょうか。入賞圏内もうちょっと先なんですよね。もうちょっと加点しないと足りないかもしれない。あと2回何着取れるんでしょうか。頑張りたいと思います。動画ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。